イメラジオ第5607回、今日は令和5年10月17日火曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、今日も爽やかなブルースカイ、オータムスカイですよ。遠くの方がぼんやりけれど厚木も見えますね。今日は富士も丹沢の向こうに白い頂を覗かせています。港の建物は太陽が今港から昇りつつありますから陰っていますね。火曜の朝、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はイメラジオです。さて、5607回目、今回は百田シリーズ、百田直樹が傑物と仰ぐ田沼意次、江戸後期のお方です。百田さんが傑物と日本国旗で書いてらっしゃいますね。田沼意次さん、徳川吉宗の後九代将軍となった家重、吉宗の長男は生下、脳性麻痺という説が濃厚のため言語が不明瞭であった。90年代の大河ドラマで八代将軍吉宗っていうのがあったんですよ。その八代将軍吉宗を西田敏行が講演していました。で、その九代将軍、つまり長男が家重なわけだね。この出来の悪い家重なんか、あの言葉がよく喋れなくて、でなんか大奥であの女とイチャイチャしている、それをね、若き中村梅雀が演じていましたよ。あのうまく喋れなくて、それで西田敏行がやってる吉宗がね、家重には困ったとかって悩んでるわけですよ。で、あの田安宗武って次男がいたじゃないですか。あので田安宗武がかっこよくて人望もあって、で家臣の中から宗武を推す、そういう声もある。宗武、あの立派な姿はとか。それでね、あの家重もなんとなくそれを感じて、あの吉宗、西田敏行がやってる吉宗に、そんな大奥に昼間から入り浸ってなんだお前って言って、あの欲しかられた時には、それがしはこのようなものでございます、拝着の儀あらば慎んでお受けいたしますとか言ってんだよ。要するに、もう宗武に行くんならどうぞもうそれでお願いしますみたいな。でそれ聞いて、その吉宗が家重とか言って、あのもう二人で取っ組み合いの喧嘩になって、で吉宗がもう家重を投げ飛ばすっていうね、もう迫真の演技で、なんでお前そうなんだ。でもその後にね、そのすぐ後に吉宗が、九代将軍は家重とするって家臣の前で発表してね、みんながおおって、それで家重自身が一番驚いてるっていう、そういうシーンがありましたね。あの90年代大河ドラマの八代将軍吉宗はアマゾンプライムでも見れません。あれはいいドラマなんで見たいな。しかも江戸のあの頃がないじゃないですか、大河ドラマで、と思っているんですが、何かの理由で放送されていません。さて、そんな家重さん、言語が不明瞭であった、虚弱体質ながら幼少から大奥に入り浸り、そうなんですよ、酒と女に溺れた、頻尿でもあり、つまりあのおトイレ近かったんですね、頻尿でもあり、江戸城から上野寛永寺に行くまでのわずか数キロの間に23箇所のトイレを設置させたことから小便窪と揶揄された、知能は正常だったという説もある。家重が亡くなったあと、享年49歳、10代将軍となったのは家重の長男であった。家春は祖父吉宗に似て幼い頃より聡明で文武に優れた人物であったと言われるが、23歳で将軍になってからは政治を家臣に任せ、趣味の
将棋に没頭した、この人もなんか買ってますね。家治さん、10代将軍、趣味の将棋に没頭したことから後世無能な将軍という評価が下されている。残された家治の義父、将棋の譜面ね、から現代のアマチュア講談社に匹敵する腕は十分であるとされており、日本将棋連盟会長を務めた人物によると、詰将棋創作に関しては相当なレベルであるという。へえ。家治将軍時代、宝暦10年1760年から天明6年1786年、26年間ですね、に蕎麦用人老中として権勢を誇ったのが旗本の田沼意次である。意次が蕎麦用人になったのは明和4年1767年ですね。だからまあ10年ぐらいは家治の下で活躍したんですね。田沼意次の父は紀州藩の足軽だったが、吉宗に才能を認められ幕府旗本となった。意次が世に出たのも吉宗の能力重視の方針のおかげだったのである。だから吉宗にまず認められて、そして九代将軍家重、そして家治の時に権勢を誇った。だから吉宗、家重、家治という3人の将軍に仕えてるんだね、この田沼意次は。意次は悪化していた幕府の財政を立て直すため、それまでの米中心の経済から商業振興策へと転換を図った。だからね、田沼時代こそ日本資本主義の夜明けっていう風に最近の歴史学では変わってきてるようですね。当然百田さんもそれをフォローしているようです。米中心だとね、どうしても経済が大きくなっていかないんですよ。米の量に支配されちゃって、しかも吉宗が悩んでたように、一旦豊作になったら米の値段がドーンと暴落して、でこれでデフレーションになるっていう、またいろんな問題があったので、商業振興政策、それは鉱山の開発、干拓事業、清との貿易で重視された輸出用の俵物、いりこ、干しあわび、フカヒレを1000倍にして貿易拡大を行った。意次の政策で最も注目すべきは商人から税を徴収したことである。彼は商品流通を行うための株仲間、幕府から営業の独占権を与えられた商人の集まりを結成し、そこから冥加金、まあ、これが税金なんだよね、ここから冥加金を取った。これは現代の事業税に近いものがある。この政策はあまり評価されていないが、私は画期的なことだったと思う。私百田さんね、江戸幕府が開かれて150年以上、どの将軍も老中も思いつかなかったことだ。いや、むしろ経済がこれほど発展し、商人が大きな利益を上げ、その金を大名たちに貸して利益を得た人にもかかわらず、彼らの利益から徴税することに気づかなかったのは不思議と言うべきか。江戸、大阪、京都、その他天領地のインフラ、街道の整備、役人の給料まで全て幕府直轄地の鉱山と年貢で賄うのはどう見ても無理があった。意次が商業経済に目をつけたのは慶眼である。積極的に商業振興策を取ったことで、幕府財政は大いに改善され、社会の景気も良くなった。うん、だから田沼意次の時代に景気がドーンと良くなったんですよ。物とお金がぐるぐる、回り始めたわけだね。町人や役人の生活もそれまでの米を中心としたものから金銭中心となり、近代的経済社会へと急速に近づいた。うん、さっき言った通りです。意次は蝦夷地の天然資源を調査し、ロシアとの交易の可能性を探るために国後島や択捉島の探検もさせている。さらに士農工商にとらわれない能力主義による人材登用を進めようとするなど、身分制度にも風穴を開けようと試みた。意次の大胆な発想には驚かされるばかりだが、斬新で先鋭的な改革は旧来の伝統を牧首する保守的な幕閣の反発を買うことともなった。また意次の改革は都市以外ではすぐに効果が現れるものではなく、生活に困窮した農民たちが田畑を放棄して都市に流入したため、農村は荒廃した。明和の大火や浅間山の大噴火などの大災害もあり、加えて天明飢饉が起こり、一家打ち交わしも増えて、町の治安は悪化し、社会不安が増大した。こうしたこともあって、天明6年、1786年、将軍家治の死と同時に意次が失脚させられる。息子さんもやられたようですね。敵が多かったんですよ、これだけのことをやったから。で、百田さん続けて、もし
興津は失脚せず、彼の経済政策をさらに積極的に推し進めていれば、当時の経済は飛躍的に発展していた可能性が高い。そうなると日本は世界に先駆けて資本主義時代に入っていったかもしれない。その通りです。田沼意次というと、現代でも賄賂政治を行った人物として悪名高いが、それは当時の噂を信じた後世の人々が作った誤ったイメージである。意次は領地や資財のほとんどを没収されるほどの苛烈な処分を受けたが、この時財産と呼べるものは驚くほど少なかったと言われる。意次への処分の厳しさから、いかに彼が既存勢力の幕閣たちから嫌われていたかが伺える。意次の失脚は改革者を蹴落とすという日本的な嫌な部分を見るようです。うん、言ってますね。結局松平定信ですね、松平定信が意次を失脚させたんですよ。定信にも少し触れておくと、家成は家治の後に11代将軍となった家成さん、子供がいっぱいいた人、家成の代わりに老中として政務を行ったのは陸奥白河藩主の松平定信、吉宗の孫、田安徳川家の流れを組むである。28歳で老中になった定信は、経済中心の田沼意次の政策を憎み、祖父の吉宗が行った米と農業を基本にした政治を目指し、だから反動をやってるわけですよ。さまざまな改革を行った。これは後に寛政の改革と呼ばれる。定信は幕府の役人のみならず、朝廷や大名、農民や町人に至るまで厳しい倹約を命じた。要するにおじいさんと同じことやってるわけですね。昔ながらの文武を奨励し、幕府の学問所、昌平坂学問所では朱子学以外の講義は禁じた。在野の論者による幕府批判を厳しく禁じ、開国兵団で国防の危機を解いた林士兵を処罰した。だからこういうことをするから、あと黒船来た時困るわけですよ。田沼意次がやろうとして江戸地開拓やロシアとの貿易計画も中止。前日のように昌平坂学問所では蘭学も廃止されていたため、幕府は欧州の情報に疎くなった。理想主義者で潔癖症の定信は町人文化にまで口を出し、贅沢品を取り締まり、公衆浴場での混浴も禁止した。またシャレ本や奇拍子の内容は風紀を乱すものとして作者や版元を処罰した。定信の理想主義は現実とは乖離したもので、将軍家成との対立もあり、寛政5年1793年に失脚し、改革は6年ほどで終わった。田沼意次、役人の子はにぎにぎをよく覚えみたいな強化にされてしまい、なんか悪徳政治家のように描かれてきましたが、実はそうじゃない。近代的な資本主義を日本にも江戸の時代に導入しようとした傑物だったわけですね。それがみんなで寄ってたかって潰された、いかにもありそうな話です。現代にもこのような田沼意次いるかもしれません。それを寄ってたかって潰すようなことのないようにしなければいけませんね。さすがに百田さんはそこまで言ってませんが、いかにもそう言いたげです。改革、江戸期には必要でした。18世紀の後半ですね、もうすぐ19世紀になる頃、その時に未来を見、江戸の幕府の行く末を憂い、さまざまな改革を実行して敵を作ることも厭わなかった田沼意次、その足跡をもう一回振り返るべきでしょう。夢ラジオ、今回は百田さんの田沼意次論をお話ししました。ありがとうございました。